ジャイアントウェタは、バッタモクナストステマティデイカディーナキリダ族に属する、昆虫の総称で、ニュージーランド固有種。一種を除き絶滅の危機に瀕していると考えられており、法律により保護されている。なお、ウェタとはニュージーランドに生息する、カマドウマカを呼びナストステマティデイカの昆虫の総称で、成虫になっても羽を持たず、強い跳躍力を持つものをまとめた呼び名である。 ジャイアントウ得タには11種あり、昆虫の中では大きい部類に入るカマドウマやクロギリスの中でも特に大きい。大型のものでは足や触覚を含めない体長でも10センチメートル、体重は通常でも35グラムある。放乱したミス個体で約70グラムのものが採集された記録があり、これは世界一重昆虫の一つで、スズメよりも重い。ただし、この個体は 異常な数の卵を放卵していた上に荒廃した形跡もなかったことから何らかの危険や異常であったものと考えられている。最大種はリトルバリアアイランドジャイアントウェタでウェタプンガとも呼ばれる。2011年には体重7 1ムの個体が報告されている。ジャイアントウェタはウェタ類の中では社会性が低く攻撃性も低い傾向がある。名のディナキリダは 古代ギリシャ語のデルタイプシロヨタニューに由来し、恐ろしいバッタを意味する。ジャイアントウエタは、主にニュージーランドの離島で見つかっており、ニュージーランド本土にあたる北島、南東では移入された、哺乳類に捕食されて、ほぼ絶滅している。ニュージーランドに人間が入植してその環境を変えてしまったことから、ジャイアントウエタの個体数は減少の一途をたどっており、 一種を除き絶滅の危機に瀕しているとして法律で保護されている。ニュージーランド北部には樹状性のジャイアントウ得タが3種見つかっており、生息地からは哺乳類が排除されている。これは哺乳類が本種を捕食するためで、哺乳類を排除した離島では本種の個体数が増加傾向にある。ディーナ・キリダ・ヘター・キャンサお及びディー・ファーラは捕食者の侵入を免れた。 リトルバリア島及びプアーナイツ諸島にのみ生息する。近縁種のディマホエヌイは北島のいくつか断片化された生息地でのみ見つかっている。樹上性の低いジャイアントを枝は2種あり、ディーナキリダルゴサの生息地からは哺乳類が完全に排除されている。デーパルバは南東の海港裏近くで発見された。鉱山性の種も多く、5種は南東の高地でのみ見られる。 ディー・コネットンスは標高約1200メートル付近に生息するが気温が低く摂氏5度を下回ると投資する。マナ島で採集されたディーナ・キリダ・ルゴサのメッセージ中。ジャイアント・ウェタは装飾性で性質も温和である。ありがとうございます。